つ。このうちの三略と併称される。塔は剣や弓などを入れる袋の意味である。一巻に文刀、武刀、二巻に竜刀、古刀、三巻に兵刀、犬刀の六十編からなり、全編が太公帽旅将が衆の文王、武王に兵学を指南する設定で構成されている。中でも虎の巻は兵法の極意として慣用句にもなっている。 1> 第1巻、第2巻、第3巻、ヤモメ戦の公説。孫子では、ヤモメ戦を解かないが、陸島では、ヤモメ戦を解く部分が見られ、これが、戦闘姿勢に対する違いと言える。将軍への全権委任、陸島、立将編では、君主が戦争の全権を将に異常する儀礼を行い、口出しさせない誓いを立たせているが、このスタイルは、クラウゼビッツの戦争論と対比される。 戦争論では、戦争は政治の一手段であり、軍はあくまで政治家の管轄家とされる。孫子をはじめとする中国病法において、君主が軍事行動に口を出さない思想があったのは、古代中国において政治家と軍人が身分離の状態であったためとされ、将軍が政治にも精通していたためとされる。兵力の換算、陸における傭兵論の一つとして、 平坦な土地においては、一騎に対し、不評八人で対抗できると知るし、三冠など、険しい土地では、一騎に対し、不評四人で戦えると記述されており、土地柄によって、不評で騎兵を相手にできる人数を説いている。陸島は、宋代に観光された総漢本が通行していたが、漢所巻三十芸文史、兵書略にその名が見えず、 随所巻34形跡し、陛下にその署名が見える。このため、洋木は久しは、古今義諸行で、新刊以降の偽作と論じている。しかし、1972年に発掘調査された、銀尺山刊母具により出土した地区間の中に、文刀、武刀、古刀の残刊が検出され、全館前期の紀元前2世紀にはすでにいるしていた、ことが判明した。 このことから、戦国時代には成立していた可能性が高いとされる。全艦創業の更新である軍師長領が、功績校から譲り受けたと言われている書物でもある。日本では、朝廷の書物を管理していた、大江これトが10世紀初めの930年頃、塔から陸東、陸島山略及び、軍将図を持ち帰ったが、これらの兵将、人の地獄を惑わすものとし、 大江家にのみ伝え、他家に比して、しばらくの間は広まらなかったとされる。このほか、源義経が、恩苗術師の紀一方言から譲り受けたという、伝説や大化の改新の際に、中富の鎌足りが暗唱するほど読み込んでいたという、言い伝えが残っている。注釈書、ありがとうございます。